今回は日本を代表する経営者の一人である本田宗一郎の言葉第2弾を紹介します。商売の世界にゴールはない。企業は永遠を夢見て生き残っていくための努力を続けるのである。できるかできんか俺にはようわからんけど、俺はやりてえよ。本人が好きでも得てでもない仕事に取り組んでも到底熱意が湧くはずもなければ向上心も持てまい。進歩を運命づけられた人間の辞典には不可能という言葉はありえない。私は絶えず喜びを求めながら生きている。そのための苦労には精一杯に耐える努力を惜しまない。人を動かすことのできる人は他人の気持ちになることができる人である。設備とかそういうものは金を出せばどんなにも変わる。ところが変わらないのは考え方、いわゆる石頭だ。すべての人が哲学者でなくても哲学を使いながら生きる人になってもらいたい。私にとって哲学は人の心を大切にすることに尽きる。資金の足りない分は知恵と労力で補えばいい。やろうと思えば人間大抵のことができる。本当に人間の能力を信じて任せれば決して不業の衆には終わらない。一人一人の思想が違うようにそれぞれの持ち味、得意が違うのだから、その得意のものを出し合って、一つの法人という偉人を作りたい。哲学のない人は、経営をやることができない。人を動かすのに必要な相手の心を知り、他人の身になって物事を考えたり、実行したりしなければならない。人間に許される失敗は進歩向上を目指すモーションが生んだものだけに限る。挑戦せずにじっと見ているだけの人間が多いが、進歩するためには一歩を踏み出す勇気が必要だ。立ち止まっていては何も始まらないし見つけられない。ある試みに対しての失敗は尊い経験として推奨したい。失敗をしないで成功をつかむことなどありえない。理論に基づいた挑戦は絶対に必要なのだ。最後は人間だ。人間が変わらなければどうにもならない。人間の惰性を吹っ切れば大抵のことはできる。悪い時でもなるほどなという誰でも納得できる真理をつかんでいくことが一番の経営の基本である。人間というものは未熟なものだから失敗することもあるし気がつかないこともある。しかし最後まで気がつかないことは良くないし、気がついても早くモデルチェンジできないのも良くない。経験ばかりがいいというわけではないが、人を引っ張っていくには経験が大きな重みを持ってくる。必死の時に発揮される力は人間の可能性を
予想外に拡大するものである。変転極まりない時代にあって、基本的に変わらないものは人の心だ。これで終わりだと思えば、その時点で可能性はなくなってしまう。しかし、新しく開発する分野も、改革していく余地も、まだまだいくらでも転がっていると考えれば、新しいアイデアも発想もどんどん出てくる。会社が大きいということは、自分が大きいということではないし、ましてや人間の良さとは全く関係がない。お前らはもたもた考えているばかりで何も行動を起こさない。俺だったらすぐにやってみる。技術よりもまず第一に大切にしなければならないのは人間の思想だ。学問が根底にない商売は一種の陶器みたいなもので、真の商売を営むことは不可能だ。失敗を恐れて何もしないなんて人間は最低なのである。厳しい戦いの中で業績を伸ばすことができたのは、簡単に諦めることをしなかったからだ。どれだけ時間をかけて取り組んでもすぐに成果が現れるわけではない。いい結果が出るまでは自分を信じて辛抱するしかない。最初は不可能と思えることでもまずやってみることだ。自力で階段を上がってきた者は、たとえ途中で失敗してもそれまでの基礎があるから次に飛躍することができる。最後まで見てくださりありがとうございました。感想をコメント欄でお願いします。今回は本田宗一郎の言葉第2弾を紹介しました。それでは次の動画まで、さようなら。